サンピエトロジン前での自画像、1964、ローターバレーは、ドイツの写真家。1960年代末まで、広告写真家として活躍した。その後世界の著名画家、彫刻家及びパフォーマンスアーティストの肖像画を描いた。そしてゲオルク・バーゼリッツ、ヨーゼフ・ボイス、ジョン・ティン・ゲリー、ルネ・マグリット、ギュンター・ユッカー、ゲルハルト・リヒターあるいは、クリスト島。 合計109名の著名芸術家の写真を撮影した。バレエは1946年から1948年までベルリン・バイセンゼーにある応用芸術大学の初級教育と苦笑美術部で勉強した。若きバレエは1950年にスパイ活動の権威によりロシア占領軍により逮捕され、1956年まで USSR の 懲罰収容所ワークタに監禁された。最初に死刑宣告を受けたが、この死刑はまず25年、そしてその後15年の校内強制労働に減刑された。バレエはコンラート・アデナウアーによるドイツ戦時捕虜の期間についての交渉により1956年にベルリンに戻ることができた。バレエは釈放後、1956年から1957年に、 かけて、ベルリンにある写真、グラフィック及びファッションの職業専門学校で、アルレッテ、フェラインでの教育を修了した。1958年には、青少年戦争被害者のための世界、教会協議会の数ヶ月にわたる休暇プログラムにより、スウェーデンにあるゴットランド島に滞在し、その生涯においてこの地方の人間と景観を愛するようになった。 1959年から1961年にかけてわらわるウール地方にあるフォルクバング大学エッセンの造形フォルクバング学校で勉強した。写真家、オットー・シュタイネルとはバレエの教師の一人であった。バレエは個人写真家として1962年から1979年までデュッセルドルフで主に広告分野において活躍した。 ドイツ鉄道あるいはフォルクスワーゲン等の著名企業はバレーのクライアントであった。司教会議2、バチカン司教会議のカバー。ローターバレー、シュツツガルト1965バレーは1962年から1965年にかけてローマで第2回バチカン司教会議を撮影し、その後エミール・シュミッツ神父の協力により、1965年にベルサー出版社から バレエの最初の写真集、司教会議2、バチカン司教会議が出版された。バレエは1975年には青年祭を記録し、これを機会にホリオッ写真集、アポスタローラム・リミナを発表した。デュッセルドルフのアートシーンのカバーローターバレエ、シュツツガルト1972友人のドイツの画家であり、オブジェアーティストであるギュンター・ユッカーの提案により、 バレエは1967年から体系的に、ゲルハルト・リヒター、ニキド、サンファル、ジョン・タン・ガリー等の100名以上に及ぶ世界の著名画家、彫刻家、そしてパフォーマンスアーティストの肖像画を描き始めた。そしてこの肖像画シリーズから、数多くの大々的な写真集プロジェクトが生まれた。バレエは1969年に数ヶ月間にわたり、ソビエト連邦を旅行した。 この旅行において撮影された写真は1970年に出版された本 USSR ソ連国家とその人々の初めの部分に見出すことができる。1970年にはヨーゼフ・ボイスのフィルツ TV のパフォーマンスを撮影した。さらなるプロジェクトとしては1971年のストックホルム近代美術館での展示会を準備するボイスの写真。 そして同じ年にこのアーティストとのコラボにおいて開発し、1973年に発表した水中の本、1972シリーズ、デュッセルドルフのアートシーン、そしてアポストロルム・リミナを挙げることができる。その後バレーは未完の写真集、チェストホバの黒いマドンナとバベル状の作業のために1977年から1979年にかけて、 ポーランドに何度も滞在した。バレエはその作品において、厳格なシンメトリー画構成において正確に構想し、表現する非常に個性的な造形原則を追求した。さらなる特徴としては、基本的に正方形のフォーマットによる白黒写真を上げることができる。バレエは全部で109名のアーティストの肖像画を作成した。2007年までに開催された、 単独展示会は以下の通りである、ローターバレーフォトズ1959から1979ブレーメン美術館、ホーフハイム調律博物館、アーレン芸術博物館、そしてコブレンツのドイツ騎士団の館さらに以下のアーティストの肖像画を作成した。ありがとうございます。